何なんだ。浅野君、入っていいよ。何を。ちょっと憎悪を煽ってあげただけだよ。君の言う縁なんて二言三言ささやくだけで崩壊するわけでは何の意味も価値もない。それを一から教えてあげよう。多分もう逆らえる気がしない。田中君、藤井さん、近藤さん、奥野さん、理解が遅れているようだね。なんで後ろ向きでわかるのよ。そうは言っても早すぎて。3分間だけ廊下で話そうか。ちょっとした雑談をね。のみならず力を伸ばした E 組をそれ以上に力を伸ばして叩きのめす。後輩たちはね、君たち A 組の総仕上げるんだ。あと浅野くん、君は帰って自習でいい。君の実力なら油断しなければトップは取れる。今日の授業はここまで。復讐を。E 組への憎悪を唯一の支えに限界を超えて勉強させる。